こんにちは、今回は最強セラフビショップ、紹介していきたいと思います。というのも、今環境で、ドラゴンとネクロが弱体化を受けて、ライトニングブラストとゼル、それからボーンキマイラ、そいつらがナーフされたのでセラフビショップが今すごい、強いと。アグロがすごい減ったので、ネフテスネクロとか、そういったデッキ、超越とかそういったデッキがすごい流行ってて、超越はすごい不利なんですが、超越もすごい増えてるんですけど、ただこのデッキを使えばほとんど負けることはない。それはちょっと証明を兼ねて、やっていきたいと思います。でデッキの紹介はエッグトマトで終わらしておくわあー便利やなこの言葉は。とりあえずちょっとやっていくか。なんといってもライブラが、ドラゴンに採用されなくなった、これが一番の大きな点で、賢い人やったら結構もうセラフビショップ使ってる人いると思うけど、ライブラやっぱ採用する人多分いないから、小賢しいなライブラ多分採用する人いないから、ほぼセラフ出せば勝ちと、セラフ出して次のターン勝ちみたいな感じになるから。で見習いシスター、3枚入れてる理由は、セラフ、カウントダウン進めるのもあるし、重機の呼び声とか聖なる願いとかすごいアミレットとシナジーがいいと。でなんといっても、3コスで3-2っていうこの高スタッツ全然弱くないので、3コス3-2の、効果ないフォロワーでもすごい強いし、カウントダウンおまけみたいなもんやから、小賢しいなそれさえ、カウントダウンおまけみたいなもんやから、見習いシスターをジュワしてでこれで重機のカウントが1個進むと、大きいやろ。で次のターン失礼、次のターン重機が割れるから、で小賢しいなななるほどなるほど。重機割れます。ただ2点ここで受けてしまうと、とりあえず重機プラス気高きでも打っといて、でユリウスマルフォイがめんどくさいんで、ユリウスマルフォイ打ち取り、ユリウスマルフォイ打ち取りつつ、一応シストビショップみたいな感じでいくか一応サキュパスは自分の体力が少なかったら発動するから、今のところそんな脅威ではないかな。小賢しいなで自分から体力をさ、小賢しいなフォロワーを取る初心者かいやアグロで弱いな相手、こっちにはレディアンスエンジェルもおるしな。囚われます。とりあえずレディアンスエンジェルをジュワしてでもうバッコリ、いやでも俺目視力ある可能性あるから、ここ相打ち取るか、相打ち取っといて進化圏は温存していくか目視力があれば、全部破壊されるんですが、ないことを予測しつつ顔失敗、やっぱアグロか、今の進化でもよかったかな。で、もうテミス2万あるしな、小賢しいな。ファンファーレの、嫌な点デメリットをしっかり抑えていく方の、アグロワンプか、小賢しいとりあえず、ここはハゲ出して、相手の顔尻尾打ち取りつつほぼ勝ちやろこれ、目視力がないと分かった時点でこっちの勝ちなんですがでブラッドウルフもしっかり除去っていってトラで攻撃していくと。で相手のライフがあと6なので、セラフがなくてもセラフ出すまでもないなこれで、ロッコスは顔シップ出します。ブラッドルフ2体出た、小賢しいなしっかり盤面を取りつつ、ただ進化圏を盤面に取る時点で相当相手弱いから、で、攻撃、なるほどなるほど、デリアンスか、とりあえず取ります、いや待てよ、取りますで取りますで、レディアンス出しとくかでしっかり進化を使っていく。やっぱこの回復デッキ、テミステミス3枚入ってるの結構大きいんじゃないか。取り取っていくと
まあ上級フォロワーが出たら、シーマ裁判所で行けばいいし、あまあ打たなくてもテミスで全然1コロやし、小賢しいあまあ進化圏使うやろ、まあ、使ってもメルナス小賢しいな。で進化まあ次のターンセラフ来れば、もうセラフ置いちゃってもいいような気がするけどな。まあこうやってフォロワーが破壊されても、相手相手ちょっとしくってるんちゃうか。法典か、とりあえずあーとまあ法典打っとくか、法典打っといて、ターン終了っていうか相手ライフ5しかないのにそんな先決のやつなんか打っちゃったらやばいぞあーダークジェネラル難しいな。で、あーなるほど、やばいぞ相手、ちょっとカウントダウン3あるけどこれ負けて負けてしまうぞ。なるほどなるほど、まあテミスがあるんで、ああやばな相手とりあえずさようならして、まあスネークプリーストの守ってるか。でニコスのこのスネークプリーストもアグロにすごい対策できるし、アグロネクロにも強いし、まあアグロワンプにも強いしていうか先決の口づけで負けるんじゃないか相手、しかもグラッても3枚目か。でまあ、ムレナス打ちます。で、2点与えると、小賢しいっていうか次のターンは負けるけど大丈夫か、とりあえずグリムリルを出しますまあグリムニル入れてる理由としてやっぱ10コスまで結構かかることが多いから、あやっぱ使えるな。てかグリムニルに関してはまあアグロにもたまに入ってるから、まあアグロネクロにもすごい入ってること多いから、まあちょっとセラフ出すまでもなかったなまあアグロワンプだとやっぱセラフ出す暇がないから、まあ来てても多分出す暇はなかったと思うんですが、やっぱりドラゴンとかビショップ、まあイージスビショップとか結構中盤終盤にかけて強いデッキと当たると、セラフの本当の力っていうのは分かるかなと思うんですが、まあ2戦目の対戦相手ロイヤルとか結構今増えてると思うんで、やっぱドラゴンとネクロの恥ずかしいなドラゴンとネクロの、ナーフがすごい効いてるな。で相手イージスやったらこっちの勝ちなんで、まあイージス来てくれるとありがたいかな、うん、逆にイージスの方がありがたいわ。もう絶対アミレット破壊できないからオーディン入れてれば、なんとかなるんですが、まあ今の環境に、オーディンとか入れてるやつなんかおらんやろさすがにおらんと思うわ。まあ最初は聖なる願い来れば元も勝ちかな。まあスネークプリースト置いて聖なる願いまた置いて法典でジョクっていくって感じか。で手札また補充していけるとなるほど、とりあえずまあスネークプリースト置いて、まあ今のでも聖なる願いでもいいかな。結構悠長に戦ってくるから、悠長な相手には悠長銀行で対応していくのがやっぱ鉄則やから。でで、まあ、次のターン聖なる願いかな。で2コスのフォロワーが出たら、あ小賢しいな、失踪ビショップの可能性があるな。グリームニル、とりあえず攻撃して、まあグリームニル置いとくか。で次のターングリームニルプラス聖なる願い置いていくかあまあ一応手札に困ってないしな。まあ、次のターン3枚できるし、3枚失踪ビショップが流行ってるとはいえそれ悠長じゃないか。とりあえず重機プラス聖なる置いといて、で攻撃しといて、まあ一応重機こっちも置いてるからなんとか対応できるし、鉄の僧侶それからレディアンスエンジェル来てると、まあ僧侶と法典を6コスに行くと考えて、だから次のターンレディアンスエンジェルかな。まあ5コス打って6コスにつなげたいから。でで小賢しいな。で小賢しい、後転打ちます。まあハゲよりは優しいわ。で中堅小賢しいな。でただレディアンスエンジ出しても回復できないからそこがちょっとネックかな。後転プラスグリームニルっていう手もありそうやな。裁判所か、これ裁判所で良さそうかな。裁判所打っとくわでハゲプラス法典次のターン打っていく感じするが、ただ一気に盤面来るからちょっと怖いな
まあ最大火力が、ただ相手次の6コースやったらこれダークジャンで相当痛手こむってたな。で、中堅かな進化、まあ7点入ると、これ疾走っていうか法廷並みの火力やな。で、なるほどなるほど、まあ弱いわあ、テミスか、じゃあさようならとまあやっぱセラフビショップの強みは、まあテミスを3枚入れることができることやな、入れることが、できること。なんか日本語おかしいなあ、まあ普通の疾走ビショップはやっぱ2枚ぐらいが限度やから、そこがやっぱあ、まあエイラにしろセラフビショップにしろやっぱそこが違うやんな、疾走ビショップと全体職の火力が弱いから堅かしいなあー、で進化かな、堅かしいなしましょうまあ一応次のターン、重機割れるしエイリアンス出してやっていけばいいか。しかも方点あるしな、ほぼ勝ったわ。とりあえずトラさん進化しますでレディアンス1体出すこと確定で法廷で打ち取っていく感じか、まあ、ここ攻撃してレディアンスエンジェル出します。でここまあ気高きでもいいんですがまあ気高き出すか、あそれか法廷、まあこいつ攻撃して法廷な、まあ攻撃しとくか、攻撃しといて法廷打っとくわまあ一応セラフにな、気高きは取っといた方がいいから、まあ一応2枚あるし、あと1枚やったっけ、カウントダウン進めるカード来たら勝ちやしな。ただ封じられた自転車を置く暇があるかどうかやな。だからレリアンスだ、小賢しいなでフォロワー出さんやろなるほどなるほど、まあ裁判所受けつつか、まあ、とりあえずレディアンス出します。で攻撃して、いやこれ進化使うか、まあグリームニルも置いといて、でこれ進化使います。やっぱ圧力をかけていかなあかんわあ相手に盤面除去に徹しとい、させといて、こっちはまあセラフで、決めていくって感じにするから、なんかセラフのさコストを下げるカードとか出たら面白いと思わへん一気に環境が変わりそうになるけどな。まあテミス打ってきたらセラフ打って、勝ちかな。まあ9点進化権なかったら無理やから、まあいくらガルラ小賢しいなで、ロッコスは、まあ、ガルラスダシとかでも3点入るけど、アルミラージ月に来るで顔かななるほどなるほど、ちょっと怖いな、まあ、一応かえ、ケタカキか、とりあえず、盤面と取りますでセラフ置いとくか、まあ、セラフデッキの強さっていうのはこれでわかるんじゃないか。これで負けたら、悔しいけど、でもほとんど勝つことが多いからな6点入るかどうかやな。まあ3コスアミュレットプラスガルラでフレーク勝ったやん、まあ、6コスでは絶対無理やわ。まあ、4コス、デモンストライク打っても3残るし、悠長やな悠長悠長やな。で2コスは小賢しいな。やっぱセラフデッキはやっぱ完璧かな。まあ疾走ビショップにこれだけ耐えれるっていうのもすごい強いけど、やっぱ今の、環境セラフがすごい刺さると思うわ。やっぱ相手の体力関係せずに勝利まで導くことができるから、あまあ盤面除去だけに、徹してればほぼ負けることはないとあやっぱ強いわこれは。あ完璧なる勝利やなあ。まあセラフに関してはレジェンドカードなんですが、まあ生成するか迷ってる方はまあ作っても問題ないかなと思います。というのもこのバトルに勝利するっていうカードは、まあ何気にこうカードゲームにおいて、腐ることはないので、むしろ、なんかこう環境が変わるたびに、また息を吹き返してくる可能性が高いと。だからまあ作って損はないカードかな。でほぼ勝つからなマグロの環境が終わればセラフの環境が来ると、まあセラフ超越、まあ、どちらでもいいと思うわ。勝ちましたあまあエルフに関して、あ先行大きいな。まあ白狼とか、そういった小賢しいデッキに関しても、セラフデッキは最強やから、まあ、リノセウスとかの、まあ、コンボ恐れる人多いと思うんですけど、まあ守護たくさん入ってるっていうのと、やっぱレディアンスエンジェルとかで回復できるからそんな怖くないかな
とりあえず8コスまで耐えて、9コスになったらもうカウントダウン進めるだけ。ただそれだけのことやわ。あとは盤面取ることだけ。だから初心者の方でもすごい戦いやすいと思うので、盤面さえ取ればいい。で、相手の顔、ライフは全く気にせず戦っていいから。あ、それがやっぱ大きいと思うわ。近づけさせません。まあ、次のターン見習いシスターでカウント進めるのもありかな。まあ、ありっちゃありやけど、でも残しときたいっていうのもあるかな。で、森嵐森嵐のやっぱ効力も受けないっていうのが大きいんじゃないか、これ。攻撃します。セレナ願いプラススネークプリースト。スネークプリースト森嵐受けないっていうのがやっぱ強いな。で、次のターン、聖なる願いが割れるので、まあ多分そろそろセラフ来そうな。小賢しいな。右小賢しいで。ただメイ出すんやったらメイ絶対破壊するけどな。絶対取るけどな。あ、なるほど、なるほど。まあ攻撃して、グリムニーを置いとくか。グリムニーを置いといて、ただエルフは、神魔裁判所があんま使えないっていうのがネックかな。あ、で、今カウントダウン進めるカードが2枚あると、やっぱこう8コスまでに、勝利する計算をしながら戦わなあかんから、まあ初心者から中級者向けかな。あ、まあ顔を気にする必要が、これは難しいな。まあそれ裁判所刺さるわ。で、進化。あ、小賢しいな。まあ裁判所も刺さるしな。やっぱ今の環境セラフ最強やと思うわ。まあなんかいつになってもセラフって息を吹き返してくるよな。裁判所打ちます。で、攻撃して終わりと。で、次のターンまた聖なる願いが割れるので、まあセラフがそろそろ欲しいかな。まあ非常にドロソロも多いし、細かしいな。まあ20点体力あればまだまだ戦えるし、なんといっても見習いシスターが進化すると攻撃5なんで、まあいざとなった時に使えると。あ、割れます。あああああ、とりあえず、まあ、重機をジュワして、で、ここちょっとしっかり除去らないとまずいので、あ、見習いシスター進化で殴る感じになるのかな。ただまあ毛高きでこいつ割るっていうのもありなんですが、まあ、ここは見習いシスター行くか。見習いシスターで、まあ、重機かな。重機を、いや、裁判所につなげた方がいいかな。あー、決定的な強、どうしようかな。まあ、裁判所残しとくか。まあ、重機を動かしつつ、進化使っていくか。あー、このなんか、裁判所の下げるか、それとも重機を下げるのか、この選択、選択が結構やっぱ上級者とプロの違いかな。今の重機で正解やと思うわ。まあ、まあ、いざとなんか毛高きで割ればいいしな。フェアリー出します。で、まだ1点も食らってないっていうのが大きいしな。ただ手水が欲しいかな、そろそろ。で、リリー出します。で、あー、それありがたいわ。裁判所で破壊できるんで、まあ7コスの状況で裁判所を動かしつつ8コスでも勝ちや、これ、勝ちました。とりあえずまあ桁かき打ちます。破壊しつつレディアンス、あ、レディアンス出しますもないな。まあ、ハゲでも出しといて。レディアンス出す意味は本当ないから、さすがにそれはやらんかな。まあ、もう勝ちやわ。20点あったら絶対無理やから。小賢しい、小賢しい、もう勝ち勝ち勝ち。20点決めてたらすごいと思うけどな。もうほぼ勝ちやと思うわ。次のターン進化権も残ってるし、顔面重権もなんとかなりそうやから、重機割れるしな。で、小賢しいな。で、セラフまた置いて勝ちか。セラフ置きます。で、相打ち取ります。で、進化。あー、まあセラフ2枚置いてもいいぐらいだけどな。あー、なんか前セラフ3枚置いたっていう動画あげたんですが。懐かしいな。まあトラさん破壊しないと結構まずいし、セラフも破壊しないとまずいし、やることがいっぱいあるな相手。ただカウントダウン進む。私の負け。なるほどなるほど。まあやっぱ一試合一試合がすごい長いんですが、やっぱ不動の強さを誇ってるな。3連勝してる感じかな。強すぎワロタ。
あ、やっぱシャドーバースって、まあ、強いデッキっていうのは、あ、常に変わっていくものであると、まあ、刻々こう変化していくものやから、例えばウロボロスとゼルの、デッキ今まで最強って言われてたけど、環境が変わってナーフ受けて、弱くなったし、まあ、冥府エルフも、以前はすごい強いって言われてたけど今になっては使う人いないから、やっぱ環境っていうのは毎回変わっていくから、一番シャドーバースで強くなるいうふうにするにはやっぱ強い人の動画を見ることやな。まあ強い人の動画を見ることやと思うわ。で一応重機来てるしな。あ、これも買ったんちゃうか。ただ超越ウィッチとかいう小賢しいデッキは、相当めんどくさいかな。ただセラフ来てるんで、なんとかなりそうな気もするが、でもハッター目まで待ってくれ。知識とは永遠なる。おお、まあ冥府も全然やりやすいしな。とりあえず重機置いとくか。プラスとこうてか土の時点で勝ちなんだがだって土って基本悠長やから、もう悠長なデッキはやりやすい。小賢しいなあんで悠長、うん、悠長やわ。アセラフ2枚目ね。とりあえずまあグリムに出しておいて、我こそ踊り狂う暴風その身に刻むがよいで4コスは編成、おおこれ編成は怖いな。視点子がちょっと怖いぞ今の。編成はやるじゃないか編成入れてんねや、結構ビビるわ。いや編成入れてんのちょっとビビらへんこれあ、なんか今後のセラフに響いてきそうやん。でも1枚使ったから、セラフ2枚持ってるこっちの得、こっちのがまだ有利に条件立ってるし、まあさっきのミスを生かしつつ、やっぱカウントダウンのカードは残しといた方がいいな。一応な、できるだけ残すように動き、小賢しいな。ただ土ってほんと悠長やから、もう置いておきます。で、まあ、グリム進化はしないな、さすがに進化はしないわまあ破砕の金獣かな、それとも金玉かまあテミスあるし、まあ、パメラとか出たとしてもなんとかなるやろうし、悠長やな。もう体力回復とか全然関係ないからただセラフで行くんならイージスでいいっていう意見もありそうな気もするけどな。まあほぼでも勝ちかな。適当に裁判所でも置いておいて、もう悠長に戦っていこう。悠長にほぼ負けることがないわこれ。どうやったら負けんねやこれ。なんかわざと負けたんやけどな。もうわざとプレミして負けるか、いつもみたいに。あのいつも負けてるんですけど、あれわざとですからね編成2枚目、小しいな手札も3枚しかないし、編成打っちゃったっていうのがだいぶ痛いんじゃないかな。とりあえず攻撃してターン終了あ、次のターン指定し置きます。もう編成多分3枚積みないやろ。まあ、よくて2枚積みやから悠長やな。で、あ、もしかしたらあの、おおおおお、編成3枚目打っちゃったかじゃあ絶望を見せるとするか。はいまさか今の環境でセラフデッキを使ってるとは思わんかったやろ。甘いな爪が。あー、じゃあここはセラフ2枚目置く。うん、悠長なことするか。悠長、うん、悠長銀行悠長銀行やぞこれ。悠長銀行、うん、で、もう負けじゃないかあー、なんその粘る理由があるかそんなに。あー、でさすがセラフやな。相手をリタイアまで追い込む精神的、まさに、マインドブレイクやな。あ、マインドブレイク強すぎる。あ、負ける要素がないな。ただアグロネクロとか当たらないっていうのはあるかもしれんけど、でもアグロネクロすごい減ったから、まあ、そもそも今の環境多分 2,3 割ぐらいしかいないんじゃないか。まあ、結構いろんなリーダーが、マスタータイ今いる感じかな。まんべんなくおる感じだから、今の環境結構理想系ではあるかな。さっき の, あの前の環境やっぱアグロネクロとドラゴンばっかやったから、他のリーダーがあまりにもかわいそすぎたんですが、今これランクマッチやってる感じでは結構いろんな幅広く今環境終わりそうやな、セラフの時代やからな。セラフの時代終わったら、あ、それはそれで悲しいような気がするが、まあ、とりあえず全部入れ替えて、まあストロームなんとかサージェントデッキ、あれが結構やりやすいかな。やっぱあのテミス持ってるこっちのが上手やから、まあアグロネクロが若干勝てるんですが厳しいかな。ちょっとあの回ってる時のアグロワンプは結構怖いから
まあグロ来てもレディアンスで回復できるからまあいいんやけど。で糸雲の女なるほどなるほど。まあ放天で除去っとくか、攻撃して、放天打っとくと。で4コスで、裁判所打つか。まあ上級フォロワー出してきたら打つんですが、まあ2コあなるほどなるほど。まあ裁判所打っとくか、裁判所打っちゃって、攻撃するとただ普通のアグロじゃないかな。いやアグロか、あ復讐仲間入れてる時点アグロかな。で、ベルフェゴール、うん、あんま体力減るのは関係ないからいいんですが、というか相手があんま気にすることない感じかな7点でフォルテで与えたみたいな感じになっとるやん。で、あでもあいつレディアンスエンジェルで除去れないっていうかちょっと怖いな。グリームネル、まあ、とりあえず桁かき打つしかないか。桁かき打って、あ重機大きいな重機は大きいわ。まあ1枚桁かき使ってしまったんですが、ベルフェゴン残すっていう考え方が絶対ないから、まあ、今の選択はまあ ありかな。でで、うん、小賢しいなあサキュパス出します。でユリウス・マルフォイで2点当たるの悠長やな。アグロにしては悠長やな。とりあえずグリムに2体出してもいいんですが、とりあえずレディアンスエンジルをジュワして、で進化系も使っちゃうとああ放天か。なるほどなるほど。でこうどっち破壊するかやな。まあ、ユリウス・マルフォイめんどくさいけど放天来てるから、ここはサキュパスの方がゲンパ上がるかなで重機も割れそうやし、あと2ターンぐらい経ったら多分、セラフも来てくれるやろうし。で圧倒的やな。手加減しても勝てるぞこれ。まあ、ベルフェゴールからのカオシップってすごい強いって言われてるけど、まあ、テミス来てほしいかな次のターン。てかユリウス・マルフォイ3枚はエッグトマトの汁やろ汁で進化、あ進化しない初心者やな。セラフ来ました。とりあえず放天で、ユリウス・マルフォイ打ち取りつつ、まあグリームニルかな。あグリームニル1体出して、進化使います。で毛高き使うかどうかなんですが、さすがに使わんかさすがに使わんかな。あまあこれこっち取って、まあターン終了かな。あまあユリウス・マルフォイ結構めんどくさいな。ていうか逆にフォロワー出さない方がこれ受けないんじゃないかダメージあーでセラフさえ置けばなんとかなるんですが、次のターン重機割れると同時に2点与えられてしまうので、あ7コスでなんか上級フォロワーで一気にバッコリ行かれると結構きついかな。まあ一応カウントダウン進めるカードは2枚あるからなんとかこういけそうな気がするんですが、ちょっと怪しいなこれあやっぱアグロはちょっと厳しいかな。鋭意な人になるほど。でなるほどなほんで、ディアボリックドレーンで、ベルフェゴール、ベルフェゴールスタッツ高いからな。で次のターン重機割れると同時に2点食らってしまうし、まずいぞこれまずいな。セラフ置く暇がなさそうな気がするな。進化権もないしな。重機割れて7やから、まあテミスが来ればまだいけそうな気もするが、テミス来いエッグエッグエグいな。まあ攻撃しといて、まあ、テミス打ちます。ターン終了かまあ一応次のターンでも、ま、5点やからな、相当厳しいかな。だ負けました名前やこいつ。あ4戦、まあ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 そんなもんか。まあ強いな結構。まあ負けることもあるからそれはしょうがないんですが、ちょっとセラフ出す暇がなかったかな。でもまあレジェンドカードが3枚だけやし、まあ作ってみようと思う方は作ってみても、全然ありな出来かなとは思いました。